JR 文字港駅前に北九州市が整備している施設の現場から旧文字駅の移行が見つかったことについて市は移行の一部を切り出し移築する方針を発表しました出土した鉄道移行のうち土木の歴史これを顕著に表す部分を切り出して移築保存をいたします北九州市は JR 文字港駅前に 市民会館館や図書館などが入居すする複合公共施設を総工費78億円かけてて進めています建設現場では旧門司駅の基幹車庫の外壁などが見つかり北九州市はこの遺構を一部移築し保存する方針を発表しました江戸時代の手法と近代コンクリート技術が共存するなど当時の土木技術が分かる貴重な資料のためだとしています 移築先は門司港駅の周辺で検討していて2000万円ほどかかる移築費用などについて2月議会にかけることにしています。